いつもご視聴ありがとうございます。2日で5万売却益出た時に参考にしたサイトを紹介したいと思います。あなたの資産が増えるくんです。簡単に行きましょう。概要欄にね、2つのリンクを貼っておきました。株マップと株価アルゴリズムっていうサイトを参考にしましたね。まあね、あの投資主層してるわけ、推奨してるわけじゃないので、短期投資のボラテリティ高い銘柄でポジションを持って、勝率が少しでも <laughs> 上がればなって思ってて思ますデイトレードはね、テクニカルが命なんで、ファンダメンタルズはね、10年、20年のスパンで買うと思うんですけど、まあテクニカルとかデイトレはね、理確日本語の時には特に早いので、これを簡単に紹介しました。はい。短いですね。<laughs> あの、9時、10時ぐらいがね、勝負なので。<laughs> 最近ね、僕ね、あの、理確逃しちゃうんでね。<laughs> あの、旬が大事ですね。6%か10%取れれば十分ですね。短期売買は。そんな感じで、えー、紹介しました。よろしくお願いします。高評価いただけたら嬉しいですね。ありがとうございます。それでは、またあなたの資産が増えることをお祈りしてますので、幸せな投資家にお互いにりましょう。ありがとうございました。またねー。